60キロ超えました。すごい。何も道なき道を走ってます。住所のないモンゴルの大草原で待ち合わせ祭りの中継所に来ました。運転手の先生の会社が建てた管理してる場所ですね。素晴らしい。このしましまの服を着た方が大社長です。はい、今こんな感じのところに来てます。おじさんの会社が作った古い電車の本物の車輪ですね。これ自分たちが所有してたっぽい車輪。運転手の先生のやってる会社の事業がこういうモンゴルの地下資源を掘って、これがなんか電池の材料として使えるみたいですね。牛さんがたくさんいます。牛さんみんなもぐもぐ草をね、たくさん食べてます。牛さん大自然と美味しい。本物の遊牧民の家に来ました。都会から車で145キロぐらい場所ね。ここでお馬さんに乗ってます。小さい子供がね、ああやってあの年からお馬さん手なずけて。これがモンゴルです。空気と風がすごい気持ちいい。なんか馬の強い匂いがするんですけど、それもまた味があってとてもいい感じです。あのちっちゃい子供が見てください、2歳ですよ。2歳で馬乗って。すごい、ゆうきさんすごいっすよ。このたマジで自然の馬、自然の馬と一緒に美しい人。ここゲルゲルです、ね、ゲルで、あれが遊牧民が暮らす場所はね、教科書に載ってるゲルです。教科書に載ってるゲル。どう実際見て、いや何を感じる？ネイチャーだよ。ネイチャー日本ではさ絶対味わえないさ。この全部見渡して食べ物全然ないの。そうないし、ね、一周見ても全部家一軒ない。そうでもない。もう見渡す限りの大自然、馬と人とそしてゲル。これがモンゴルっすよ見て、こんな小さい年でね、一滴一滴すごくない？私も暮らしてたんで。そうだね足が長くて美人な馬。こうやって一生懸命ポジションね、ここに隠してね、隠して草原に落ちたポテチをね、かわいい、すっごいかわいい。まだ2歳かわいい。みんな調教師たちがたくさん集まって、あーちょっといったいいバルタイムですね。アーロールって言って大義のミルクを固めたお菓子ですね。モンゴルならではの、こうやってみんなチルしてます。2階にねコーラとか置いてあって面白い。手がオーラビシュ、手がビシュして皆さん、あ、次お疲れ試しです。お腹からでしょ、やっぱりあいつも今ちょっとだけからええんですよ。なんでめっちゃくなおせせってこった、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 아하하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 で馬の体重を減らして明日のレースで、そうすると早く走れるようになるみたいです。上下に首振ってるのはハエとかが卵産まないようにね、首を動かしてます。目とか柔らかいところにハエがね住み着いちゃう可能性が高いんで。これもレース場ですね。こっちもこんな小さい時から調教のノウハウを覚えていって、
将来有望な調教師になるのかな。今からあの馬を本気で走らせます。明日レースを控えてるまで。明日大会に出る馬です。最後のコンディショニングで本気で走らせます。ピチチン。7歳と10歳ぐらいの子供が調教の重要な役割を。俺がモンゴルですよ。大自然と。ユキ、スマホ車から落とさないようにな。今最初に汗をたくさん流さして、でその状態からのマックススピードで走るみたいです。疲れてる。すっごい汗かいてる。すっごい汗、うん、この汗の量とんでもないよ。汗かいてます。イケメンの英雄です。もうかっこよすぎる。たくさん汗かいてます。バグですね。ここに乗って馬を走らせます。いよいよ今からゲルに入ります。こういうところにね住んでるんですね。ゲル、お邪魔します。